はい、長男です。今日は南伊豆下田まで、出かけてきて、ちょっと釣りをする時間ができたので、やってみたので、その後もその様子を、ご覧ください。観光農園の長男の動画が始まるよ。
回は下田での、南伊豆での釣りの様子をご覧いただきました。この動画が参考になった方、ぜひ評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Facebook、みんカラでは整備手帳なんかも書いてますので、ぜひフォローの方もよろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。